俺のシャーター数。はい。いや誰？誰なの？はじめまして。はい、ということでこんにちは、おしゃすです。そしてよげる大将戦マネそしてアリカです。アリカさん。アリカさん。誰？本当に誰？よげるさんの友達。お友達。ただの友達。競馬をなんかされてる方。したことない人が急に来た。来た。まあ来たというか。ただの友達。友達。あのよげるさんのとこに呼んでいただいて来たらいらっしゃって。はい。うん。もう僕もすごい戸惑ってます。初対面の女子と2回目の女子がいるんで、あの本当に戸惑ってるんですけど。すいません。今日は邪魔します。ああとんでもないです。大丈夫ですか？臭くとか臭くないですか？あ、全然いい匂いします。いい匂いは多分嘘だと思いますけど、はい、でちょっと今日はあの、まあ、ショート数をやっていこうと思います。中山の9レースですかね、8頭立てがあるんで、はい、はい、なんか焼け山そんな黒かったですか？やばいですよね。お世話みたい。ほんと黒くなっちゃって、競馬で黒くなったの？それはおかしいよ。どういうこと？あんた競馬やってなかったやん、夏。全然やってなかった。やってなさすぎて黒くなった。いや、オープニング、よくやろさんのオープニングだけこれの前に撮ってるんですけど、もうそこで夏競馬は私やってなかったんですよ、みたいな。動画上げてなかったんですって言われて。すごいね。それで、競馬以外で黒くなっちゃって。ここ、どういうお友達なんですか？めちゃめちゃ小さい頃から友達。4歳ぐらいからの友達。そうですね。わかりました。じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、臭かったっすよね、多分僕。かぼちゃが臭いしてません？なんか気のせいっすか？大丈夫っすか？ちょっと近い。最初からこう。あ、最初から。本当になんか私から渡されたような気が、有香さんから渡された気がしたんですけど。ひどい。そんなことない。そんなことない。うん、あ、それはすいません。気づいたら、うん、そうなの。気づいたらって何？知らない。ということで早速やっていきますか。いいね。これ普通にこうやって理解してきてくれたのです。ね、ホッキーポーキーってすごい聞いたことあるよ。なんてトイストーリーのだ。よく言ってる？ホッキーポーキーよく言ってる。普段よく言ってるんです。すごい聞いたことあるんですけど。ホッキーポーキー。トイストーリーだからでしょ。トイストーリー？トイストーリー見ない。嘘。見ない。見たことないとかじゃなくて見ない。完全なる拒絶。見ない。ホッキーポーキーすごい聞いたことある。え、このレースあの8頭しかいないんで。だからあの初心者ではあるんですよね。副賞といえばまあほぼ当たる。さっきもそれでさ。どうしたんですか？ちょっと今フラッシュバックしたわ。さっきの副賞でその人気のやつは当たるから大丈夫だよみたいな。絶対当たる言われて全然4位。全然4位だった。4着だったんですね。惜しかった。だから絶対当たるわね。よくやろさん絶対当たる言いますよね。絶対ってやばいっすからね、人の体からって。でも9番入れてなかったのね。入れてなかった。でもすごい、でも大丈夫だよみたいな感じで言うから、人のせいは良くないから。そうそうそう、自分で、ね、買うのは自分だからね。ちゃんとそう見定めます。なんか自分が目星つけた馬は遅いっていうの分かったから、逆を言った方がいい。そうそうそう、いい。目星つけた馬は遅い。ちなみに500キロ超えはいないです。いないですね。いない。500キロ超えがなんかキーなんですか？あ、6番が500キロ超え。でもほら、それやってもうボロボロになったから、もう500重い馬はもう知らん。カレーマです。重い馬を買ってたんですか？え、そうです。さっきまではそれで全然いいとこまで行ったけど、そう、重い馬がいいっていうのは誰が言ってたんですか？最初に言っちゃったんです。それがね、ずっと脳裏にこびりついてね。初めだからこう最初の影響力は大きいから。最初の一言大事だね。筋肉が多いみたいな感じかもしれないですもんね。そうそうなんですよ。重いってことは、そうそう、足腰しっかりしてる。最初に言ったのはシンバででっかいやつはいいよ。そっかそっか、3歳だけどもう。あ、でもこれ2歳だからね。2歳のレースだからまだその
あれ通用するかも。500キロ理論いないんだよね今回。6番が500キロ日本人気ですよ、ね、510キロほら人気なのもさ、やっぱ重めの馬人気じゃない。なんかそうそう、今日ね見てさ、ね、さっきやって思った。これ何基準に買うんですか、おじさん。僕ですか、その消灯数の。いやもういつも本当はパドックとかって決めてるんですけど全然映んないなと思って。そうですね、パドック見たいですよね。でも言ってもあと15分ぐらいですよね。それはこんなにお花あったんだから、あれがないからなんか、ね、後ろ見てたんですか。新しい目のつけどころ。ここにいつも横断幕とか飾ってある。あ、そうか、客がいるときは。そうかそうか、そうなんだ、そんなお花、そういうこと。2番見たかった。今ちょうど2番の時に花見てるから。見てたから。ちょっと4番気になるんですけど。いいね、頑張る。しかも丸山元気さんだよ。元気さん。その心は。元気さんがさ乗ってたら元気ですよ今は。元気さんが乗ってたら元気でしょ今。元気でしょ。もうちょっと使わせていただきますよ。丸山さんの4番。丸山さんの4番。単勝？単勝。100円かな。あとは逆に何を買うのみんなね。でも4番しか買わないなら副賞も買った方が。あ、そうだよ、あ、そういうことか。同じ3着以内に入れば副賞で買うっていう。いいこと全然教えてくれなかったよそういうの。そういうの教えてほしかった。でも副賞はでも配当が低いんで単勝は100円でいいんです。いいんです、いいんですか。もうあのヒットしてくれればヒットヒットって言わない。何もゴールしてくれればいいんだよ、3位以内ヒット、いいね、ヒット。釣りみたいな作った今。そうよ、ね、ヒットしてくれれば、そうヒットしてくれればいい。いい、じゃあ買ってきました。じゃあどうしようかな。じゃあヨケロさんから。はい、私は生まれんのボックス2368買ってしまいました。はい、消灯数なのにこんな選んじゃった。大丈夫今日。大丈夫。有田さんは。私は4番の丸山元気さんの乗る馬は元気ということで単勝と副賞をそれぞれ買いました。両方100円ずつ。100円ずつです。なんかもう決めるあれがわからないから、とりあえず気になった4番を集中狙いヒット、ヒットすればいい、ヒットさせる。あざっす。僕はちょっと細かいですけど3連複でちょっと言いますね。これ24246124678を、資金配分して、まあ、こんな感じで4000円ですかね。4000円を5に5に5にで行きました。買い方プロや。いやそんなことないです。もうとにかく当てたいんでいっぱい買っただけです。数打ち当たる、数打ち当たるって当たんないんですよ。元気さん顔を覚えたいですね元気さんの。今チェックしました。チェックしました。どうでした。見せてくれた、ね、結構かっこいい。元気あるかなって感じ。ちょっとどの写真見せる。元気あんのかな、大丈夫かな。あ、かっこいい。でも爽やか系ですよね、もっとなんかエネルギッシュな感じかと。ね、結構爽やか系だった。確かに。どういう顔イメージしてたんですか。眉とかなんか色も結構黒目でなんか彫り深い系だと思ってたんですけど、ケイン小杉みたいな。ケインなるほど、あ確かにケインさんだったら元気っすよね。そういうこと、騎士とか好きになっちゃったら結構やばいよね。確かに騎士やばいかも。見つぶんじゃない、見つぶんじゃない、ほんとご覧のように、また元気さん来てほしいっすね。来てほしい。元気になれる。単勝と副賞でね、推しがいたらそれぞれ買う、その買い方を覚えた。もう推しだね、推しって言っちゃったよ。足とゲートの中スタートしました。ホーキーポーキー8番ホーキーポーキー好ダッシュ、わずかに体半分で4もいいです。4もいい。内から接近する4番オールワットワンス、
今度は4番オールアットワンスがわずかに前に出ました。出だしどうなんですか。出だしいいのか。4個1200わずかに上がって8番ホーキーボーキー3番手になっています。前から4投目2番クムシラコ、アドバイスマシン後方上がっている。外から3番ビゾンテノブファロ、内は1番ゴールドチェリス、あとは2馬身遅れて7番プロトサマリ、最高峰6番の西のアジャストの展開です。3コーナーから4コーナー前は短期先頭に変わった4番オールアットワンス、3、4コーナー中間 600m34 秒2の通過。2番手は5番マルスが上がって4コーナー手前です。あとは外から接近する8番ホーキーホーキー3番手、内側2番クムシラコ3番手のインコース、4コーナーを回って直線に向かっていきます。外から8番ホーキーホーキー接近しまして4番手4番ゴールアップマンス、また突き放して2番手リード、内から接近2番クムシラコ外に振り返って2番手に上がった。坂を上がって残り 150m 追い込んでくる3番ビジョンズ・ルブファロ、あとは1番ゴールドチェリス、2番手争いか。先頭は4番のオールアットワンス、オールアットワンス振り切ってゴール。なんだっけあれ、ビギナーズラック、ビギナーズラックや。すごい4、2、1かな。すごい元気さん、ありがとう。元気さん、ありがとう。私も元気すごい最高。馬じゃないんだよ、騎手なの。いや、そうなんだ。馬じゃないんだね、騎手なの。騎手誰が走るかじゃないんだ、誰が乗るかなすいません、横で僕もプラスでいきます。元気さん欲しい。3連覇、3連覇、プクですね。プク、もしなら3だったら外れます、これ。おー、1です。よかった。すごい、結構もう終盤独走状態に取られましたよね。スタートからずっともう逃げて、うん、すごかった。いや、めっちゃいい。見る目あるんじゃん。今で見ないきゃいいのか、これから。これ最初は馬だったんじゃないですか。最初は馬の、 あの体つきとか見て、あのちょっと選んでたんですけど、え、でもその後に元気さんって気づきましたよね、4番見た後後付け、後付けか。だから結果素晴らしい選び方、馬で見て元気さんありがとう。単勝 6.85、 めっちゃいいじゃん。 12.9 倍、600円。すごい、すごいよ、7000円ぐらい。いやー、7000円、今日3回目。あ、もう3回もやって初当たりっすか。よかった、初ヒット。すごいよ。あ、ありがとうございます。ヒットを使う、やっぱ僕の方でヒット出してもらって、そう、よかった。しかも他買ってないしね、もう確かに。それしか買ってない、4番しか買ってない。そう、無駄のない価値。あ、一番いいじゃん。すごい、無駄のない価値。どうだったの無駄のある負け負けになるっすか、負けに無駄のあるとかあるっすか。負けは大体もう無駄のある負け、無駄のある負け、無駄のある負けってなんだよ。よかったね、嬉しくない、ね、嬉しい ね、 ね、しかもそれだけしか立ってない。こういう感覚にみんなさ、思わないでさ、足を踏み入れるのね。もう丸山元気しか考えられないでしょ、これから完璧とか。初めてこの画面見せれるよ。イエーイ、おめでとうございます。あ、僕もすいません、あ、超怖い。無駄がある。7740円。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アドバイスを、僕は何もしてないですけど、この後あの横寄さんの方のチャンネルであのメインですよ、はい、どっちでやるんですか、中京、中山。中山で勝ったから中山でやりたい。それそうだね、今のメインで会いましょう。会いましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。